ハイプレボリュードも野球人です。千葉ロッテ戦力外大見に言った中日が育成で獲得調査へということでございまして、今季ですね、戦力外になっていた千葉ロッテの大見選手ですね、どうなるんだろうというところなんですけれども、中日がねどうやら獲得調査をしている模様でございます。まずは記事から見ていきましょう。はい、中日がロッテ戦力外大見を獲得調査。中日がロッテを戦力外になった大峯優太投手獲得へ本格調査を行っていることが29日関係者の取材で分かった。大峯は2006年高校生ドラフト1巡目で沖縄の、八重山商工ですねから入団し、プロ15年間で通算129試合に登板し29勝を挙げた。19年に右肘のトミー・ジョン手術を受け、同年奥に育成契約となったが、翌20年に支配下復帰。今年6月には1軍で約4年ぶりの白星を挙げたが、7月以降は登板がなく、今月26日にロッテから戦力外を通達。184センチの長身から角度のある直球を投げ込む本格化を上んで、15年にはキャリアハイとなる8勝を挙げたが、当時を知る落合英二ヘッド兼投手コーチが来季から立浪新政権を支えるということもあり、剛腕復活に期待がかかる。球団は昨年楽天を戦力外となり獲得した山下同様、育成選手として検討中ということでございます。はい、ということで大峯選手ね、育成での獲得を目指しているということなんですが、落合さんですね、彼が大きく関わってきているということでございます。そういう縁もあってということでしょう。では大峯選手ね、どういう選手かもう少し詳しく見ていきましょう。はい、では見ていきましょう。大峯優太選手、プロ15年目の選手です。出身地は沖縄県、1988年6月16日生まれ、33歳、184センチ、80キロ、ポジションピッチャーで右投げ左打ちの選手でございます。2006年高校生ドラフト1位指名で、ロッテに入団。年俸は1200万円が今シーズンの、金額でございます。平均がですね、今季は約146キロ、球種はですね、スライダー、カーブ、フォーク、カットボールを投げ分ける選手でございます。ロッテではですね、3年目に先発ローテとして5勝を挙げ期待されたが、そこからなかなか出場機会を増やせず壁を破れない期間が続きました。それでも2015年には先発として自己最多の8勝をマークし、ドラ1の意地を見せたが、その後は怪我もあり結果が残せず、2019年にトミー・ジョンを受けですね、育成、そして昨年ですね、試合が復帰するも思ったような活躍ができず、今季も8試合のみの登板でございました。はい、そんな大峯選手、第2次戦力外で、リリースされてしまいました。で今回ね、中日が獲得調査ということなんですが、成績もね見ていきましょう。はい、では成績見ていきましょう。通算で見ると129試合、29勝35敗、1ホールド、 521.0イニング、防御率 4.72、 奪三振率 5.53、 与四球率 3.97 という成績でございます。はい、通算はね、100試合ちょっとっていう感じかな。はい、で1軍の成績見ていくと、今季はですね、8試合で1勝1敗 11.0イニング、防御率 4.09、 WHIP 1.55、 奪三振率 5.73、 与四球率 1.64 という成績です。まずまずっていう感じですかね。フォアボールは出していないかなと。一方2軍ではですね、23試合で1勝2敗、 34.2イニング、防御率 3.63、WHIP 1.59、 奪三振率 4.67、 与四球率 5.45 という成績です。2軍ではそんなに良くないかなっていう感じですね。で全体的に、あまり三振が取れないタイプの打たして取る選手かなっていうふうには思います。で、ゴロピーのね、選手なので、内野守備が硬い中日からすればね、フィットはしている選手かなというふうには確かに思います。はい、でそしてですね、彼は、トミー・ジョン手術がですね、ちょっと馴染んできたのか、平均球速がこの5年間で7キロくらいアップしてるんですよね。これはですね、先発からリリーフになったっていうこともあるんですけれども、ぐんぐんね、球速っていうのが伸びておりますので、ここは非常に面白いですね。ここ5年で一番早いのが今シーズンということなんで、そういうところもね、やっぱ中日サイドからは見ているところなのかなっていうふうに思います。なので育成ならかなり面白い選手かなっていうふうには思います。先発中継ぎどちらかはわからないんですけれども、フィットねする形になればですね、取るべきね選手の一人なのかなというふうには感じました。はい、ではですね、次は中日の戦力外獲得した選手っていうところもね、パッと振り返っていきましょう。はい、では中日の戦力外獲得というところで見ていきましょう。主な近年の中日の戦力外獲得ですね、ざっとね振り返って自分で調べたので、抜けてるところあればねコメント欄で指摘していただければ嬉しいです。
まずはですね、山下選手ですね、育成で獲得しました。楽天からね、来た選手なんですが、2020年ですね、昨年度、オフに獲得したということでございます。で、今季ね、2軍でしっかり活躍してですね、育成から支配下になることができました。いろいろちょっとね、謹慎とかもあったんですけれども、来季の契約が決まっております。はい、そして福留選手ですね、阪神から2020年度ですねリリースされまして中日にやってきました。彼の場合はやってきたというかね、MLB 行く前は中日でプレーしておりましたので出戻りという形になりました。で、しっかりね、外野の層が薄いドラゴンズで活躍していただきまして、来季もまたプレーしていただくということが決まりました。そしてね、松坂選手ですね、ソフトバンク、メジャー帰ってきて、ソフトバンクで、でそこから中日っていう流れでございました。2017年ということで、活躍したね、年もあったんですけれども、結局この後西武に帰って、で、今シーズン引退されたと。はい。で、そして、もっと差が上ると、田村選手ですね、横浜 DeNA からですね、中日にやってきました。で、2015年ということで、もう結構前なんですけれども、この時育成契約で獲得と。で、結局ですね、育成から上がれずにそのまま引退となってしまいましたが、このようにですね、獲得している実績があると。なので、割と獲得している印象かなっていうふうには思います。結構ビッグネームとかね、育成語が強いのかなっていうふうには思うんですけれども、今回のね、大峰選手も育成からね、しっかり這い上がってほしいなというところでございますので、どういう活躍になるか期待ですね。はい。では、今日は以上でございます。最後にね、ネットでの反応を見て終わりましょう。はい。では、ネットでの反応を見ていきましょう。病の80イニングを埋めないといけないから、大峰の育成契約での獲得はあり。エスペでファーム投げれないピッチャーも複数出てくると思うということですね。そうですね。結構こういう意見っていうのはありまして、実力云々よりですね、ファームのピッチャー、大丈夫なのか、しっかりと、イニング埋めれるのかっていうところですね。コロナもね、まだ終わったわけでもないので、離脱する選手っていうのもね、出てくるかもしれないし、怪我人っていうのもね、やっぱ中日結構抱えておりますので、そういうところを含めるとですね、2軍でイニングを稼げる選手っていうのは確かに欲しいのかなと。で、あわよくば、結果を残せばですね、1軍で、登録してっていうところにね、持っていけるのかなっていうふうには思いますので、戦力としてですね、しっかり見るのもそうなんですが、こういうね、2軍でしっかりとイニングを送ってくれそうな選手として取るのも全然ありかなというふうに思いました。はい、こちら見ていきましょう。ロッテファンですが、大峰は怪我が多いのと、あとはメンタル弱そうな感じ、なのが問題だったかな。心機一転、環境が変われば良くなるかもしれないと期待しつつ送り出したいですね、ということですね。ロッテファンからすればですね、やっぱドラフト1位の選手でございましたので、思い入れはね、あるかなっていうふうには思うんですけれども、なかなかね、今のロッテも強くなってきて、居場所がどんどんなくなっていってたのかなっていうふうには思いますので、そういう意味ではね、やっぱ移籍して、新たな展示で、やっていただける方がね、いいのかなっていうふうには思いますので、大峰選手ですね、獲得するかしないか、そこからね、にはなるかなっていうふうには思うんですけれども、獲得するのであればね、しっかりと活躍していただきたいですね。では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。